はい、今回は古いキャンピングカーのダッサいテーブルをおしゃれに変える方法です。このキャンピングカーは2015年に12年落ち2003年式の、キャンピングカーを購入しました。で、昔のキャンピングカーってこう内装がものすごいダサいんですよ。で、例えば下は絨毯ですし、絨毯、あの赤い絨毯みたいなダサいじゃないですか。なんか、とにかくダサいんですよね、この20年前ぐらいの感覚っていうのは。で、キャンピングカー屋さんとちょっと話をしたときに、なんで昔のキャンピングカーこんなにダサいんだって聞いたら、やっぱその当時はなんかこうバブリーな時代だから、絨毯が VIP みたいな感覚だったので、絨毯だったりとか、ほんと絨毯ってありえないんですよね。あの、特にキャンピングカーって動く部屋なので、例えばジュースとか、ジュースっていうかお茶とか飲み物をまあこぼしちゃったりとかするしやすい場所じゃないですか。なのに、だから絨毯、こぼしやすい、よりこぼしやすい場所なのに絨毯って矛盾してるんですよね。ほんとフローリングだったらすぐ拭き取れる。で、まあこういうシートとかも、まあ今これレザーにもう張り替えてるので、まあこれだとほら飲み物をこぼしてもすぐこう拭き取れるのに、あのなんかクッションみたいな昔のなんかダッサい感じの、あの水液体を吸収するような昔のソファーですねみたいな素材で作ってたりとか、本当それがものすごい昨日のことは一切考えずに、本当そのラグジュアリー感で作ったっていう話です。キャンピングカーは VIP のものだみたいな感覚なんですけど、まあそれがとにかくダサいと。本当にこの車両を購入してものすごいダサいので、それだけが本当嫌で嫌でたまらなくて、どうにかできないかなっていうのをいろいろ考えた時に、まあちょっと見つけた方法があるので、それを今回は紹介したいと思います。で、まあ今回はテーブル編になります。で、テーブルは今ちょっとここに画像を出すんですけど、まあ白いテーブルで、まあ、とにかくダサかったんです。で、それを、まあ、超格安で、まあ、最近風のおしゃれな感じに変更しました。はい、で、まずやったのが、ドリンクホルダーですね。ドリンクホルダーを、まあ、このキャンピングカーに4つ付けました。で、今お見せします。はい、これですね、このドリンクホルダー4つつけてます。これですね、4つ、で、このドリンクホルダーなんですけど、このドリンクホルダーも、まあそもそも最初もともとはついてませんでした。なんですけど、やっぱりこのドリンクホルダーってキャンピングカーには、まあ、本当に重要なもので、必要なもので、走るんでやっぱりこうやって置いておくっていう、ドリンクホルダー本当ここにこう置いてたら、まあ、こぼれちゃいますよね。こうやってこぼれちゃう。で、まあ、例えばこぼれちゃうんで、動くときってこういうなんか滑り止めシートみたいなのを、まあ、置いてよく出かけるときはこうやるんですけど、これでもやっぱりこぼれますね。こうこぼれる、倒す。で、まあ子供なんかは倒しちゃいますよね、ちっちゃい子供は。なので本当このドリンクホルダーは絶対必要なものでなんですけど、まあ、昔の、キャンピングカーにはこれがついていません。なんですが、これ簡単につけることができるんですよ。で、このホルダー自体、これ自体は、キャンピングカーパーツ屋さんで、1個550円で購入しました。4つなんで約2000円ですね。約2000円で購入して。で、まあ、これはもう穴開けれるんですよ。穴。簡単に。ホームセンターで、なんかコンパスみたいな器具が多分1500円ぐらいで売ってるんですけど、で、こっちのコンパスのこっち側が、刃になってて、ぐるーっとこう、
この買ったこのドリンクホルダーの直径に合わせてぐるっとこうグリ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 やってるとスポンってこう穴が開くんですよ。穴が開いたらあとはこれをこう差し込むだけ、ちょっとボンドをこの縁に塗ってポンって差し込むだけ。もう本当誰でもできます、これは誰でもできます。で、まあドリンクホルダーをまずつけたこと、でもう一つがこの表面ですね。この表面が結構なんか おしゃれな感じじゃないですか。今これ貼ってるんですよね。これ貼ってるの、あのなんか超薄いベニヤ板みたいな感じなんですけど、メラミンっていう板があるらしいんですけど、このメラミンっていう板をまあここの上に貼り付けて、貼り付けて、まあ、ここをこう合わせて切ってもらうっていう作業ですね。ほんとそれだけでできました。でこのメラミンの板もいろんな、うちはこのなんかちょっとおしゃれチックな木目にしたんですけど、まあいろんなさまざまな種類がたくさんあって、うん、できます。でちょうど私の場合は木工職人の、まあ、家具屋さん、うん、あの手作りの家具屋さんみたいな、仕事をしている友達がいたので その友達にお願いしてしたら、もうタワーでやってくれたんです。これももう廃材使うって言って、廃材使ってやるのでタワーで作業代もタワーでやってくれた。本当無料でこんなにやってくれたんですけど、じゃあ実際そのお金をこう知り合いじゃない人がこういうの頼んでいいのっつったら、まあできますっつってできるって言って、でどんぐらいお金かかるのって言ったら、もう5,000円ぐらいでできるって言ったので、多分こうそういう家具屋さんとか手作業のっていうか、そういう家具屋さんに行けば、でメラミンでこういう風にできないかっていうのを相談すると、多分5,000円から1万円ぐらいでやってもらえると思います。本当それだけでこんなにあの白いダッサい、テーブルがこんなに綺麗におしゃれになるので、本当これは昔のキャンピングカーを使われている方には特におすすめします。